皆さんこんにちは。論文で解決チャンネルのお時間です。さあ本日は2024年最新版筋肥大率を上げる種目の順序ということで、筋トレで扱う種目の順序が筋肥大、筋力増強にどんな影響を及ぼすのかを論文を使って解説し、筋肥大、筋力増強を最大化する種目の順序というのを深掘りしていきます。この放送で筋トレの効果を最大化するトレーニング変数シリーズは完結ですので、過去のシリーズをまだ見ていないという方は概要欄からチェックしてみてください。またこれは宣伝なんですが、論文で解決チャンネル公式 LINE の会員数が4000人を突破しましたので、これを記念して筋トレの効果を上げるためのカロリー戦略を無料公開しています。またメッセージに筋肥大という合言葉を送っていただいた方限定で、筋力トレーニングの効果を最大化させるトレーニング変数の PDF コンテンツを配布していますので、まだの方は公式 LINE に無料登録してください。今後は無料プレゼント企画など筋トレが楽しくなるようなコンテンツをどんどん追加していく予定ですので、ぜひ覗いてみてください。それでは本編スタートです。それでは本日の根幹とも言うべき種目の順序によって筋肥大、筋力増強はどう変化するのかです。まず勘違いしてほしくないので大前提をお伝えすると、以前の放送でもお伝えしていますが、種目の順序を適正化するという行動は大幅なトレーニング効果の増大になるわけではありません。科学的には最も筋肥大や筋力増強率を上げるのはトレーニングボリューム、つまり筋トレで扱う重量×回数×セット数の総量ですので、これをベースにしてほんのわずかな筋肥大、筋力増強率の向上のためにトレーニング順序をはじめとしたセット間休憩時間などその他の変数を整えていく必要があります。つまり種目の順序というのはトレーニングボリュームを重ねるという土台があった上でさらなる筋肥大を求める場合に考えていくものですので、これだけは勘違いしないようにしてください。魔法のような変数ではありませんので、ベースはトレーニングボリュームを上げる、これだけは間違いないようにしましょう。それでは大前提をお伝えしたところで論文を3つ解説をしていきます。3つとも10年ほど前の古い研究ですが、この10年前の研究以上に信頼性が高いデータはありませんし、実際にほぼ同様のデータが出ていますので、今回は最も論文の質が高い3つの研究で解説をしていきます。まず1つ目が2010年にリオデジャネイロ連邦大学から発表されたこちらの研究です。筋トレ未経験者31名を対象に、異なる筋トレの順序が最大筋力及び筋肉の厚さに与える影響に関して調査が行われました。研究の方法としては対象者を3つのグループに分け、1つ目が大きな筋肉を使う運動から小さな筋肉を使うトレーニングを行う A グループ、2つ目が小さな筋肉を使う運動から大きな筋肉を使うトレーニングを行う B グループ、3つ目がコントロールグループとして12週間にわたって週2回のトレーニングセッションを行い、筋力、筋肉の厚さはどう変化するのかの分析が行われました。そして結果としては実際の論文の図を出すとこんな感じになっています。筋力増強に関してはコントロールグループと比較し、2つのトレーニンググループで優位な向上が見られ、初めに行った種目の筋力増強が認められました。筋肉の厚さはと言いますと、こちらも同様にコントロールグループと比較し、2つのトレーニンググループで優位な向上を認めました。ただし上腕二頭筋の厚さは大きな筋肉を初めに使う運動で優位な向上が見られました。つまり筋力に関しては一番初めにトレーニングをする種目が最も伸びやすく、自分が伸ばしたいと思う種目をトレーニングセッションの初期に配置すべきことが示されています。筋肥大に関しては若干ではありますが、大きな筋肉を使う運動から小さな筋肉を使うトレーニングを行うことで筋肥大率は若干向上するという結果でした。この研究は対象者が31名と少ないのと、筋トレ未経験者という限定された対象者というのが欠点なんですが、ランダム化比較試験を採用していたり、筋肉の厚さは超音波検査を用いて信頼性が高く、掲載された出版元も JSSM というスポーツ科学運動生理学の分野で広く認知されている学術誌で信頼性が担保されていますので参考になる論文だと言います。そして続いて2つ目のデータが2013年にサンパウロ州立大学から発表されたこちらの研究です。
こちらは筋トレ経験者16名を対象にして、大きな筋群のエクササイズから小さな筋群のエクササイズを行う A グループと、小さな筋群のエクササイズから大きな筋群のエクササイズに移行する B グループに分け、6週間にわたって週に4回のトレーニングを行うことで、筋力増強はどう変化するのかを検証した研究です。上半身のみで検証が行われ、具体的なトレーニングメニューとしては、A グループはセッションの初めに、バーベルベンチプレス、インクラインダンベルプレス、ペックデック、マシントライセプスエクステンション、トライセプスプーリーエクステンションを行い、次のセッションでフロントラットプルダウン、クローズグリップラットプルダウン、シュイレットロ、マシンバイセプスカール、スタンディングバイセプスカールを行うという、大雑把に言えば、フリーウェイトのトレーニングからマシントレーニングへと移行していく感じです。そして B グループがこの逆で、マシントレーニングのような関節をある程度固定されたトレーニングからフリーウェイトのトレーニングへと移行するグループです。どちらのグループが筋力が向上しやすいのかを検証したんですが、結果としては実際の論文の図だとこんな感じになっていまして、どちらのグループもトレーニングの順序に関係なく筋力は向上し、グループ間で優位な差はありませんでした。そして効果量としては、どちらのグループもセッションの初めに行った種目が最も筋力の伸び率が高かったという結果でした。つまりトレーニング経験がある被験者に関しては、トレーニング初期に行う種目の筋力が上がりやすいということです。例えばベンチプレスの重量を上げていきたいという方は、ベンチプレスを最も初期の種目に設定する必要がありますし、スクワットの重量を増やしていきたいという方は、スクワット系の種目を最も初期に設定する必要があります。そして最後、三つ目のデータが、2012年にリオデジャネイロ連邦大学から発表されたトレーニング順序に関してのレビュー論文です。合計16の研究を分析した結果、筋力に関しては先ほどの2つのデータと同様に、セッションの初期に行われた種目の筋力が優位に増大しました。そして筋肥大に関しては、セッション初期に刺激を与えた筋肉の肥大率が向上しやすいという結果でした。これは当たり前ですが、セッション初期に行われたトレーニングほど重量や回数、セット数が高まりやすく、トレーニングボリュームが向上しやすいことから、セッションの初期に刺激を与えた筋肉ほど大きくなりやすいというわけです。もう少しわかりやすく解説をすると、分割法であればその日1日に同様の部位を鍛えるので、種目の順序によっては筋肥大率は変わらない可能性が高いですが、全身法の場合はその日のトレーニングで全ての筋肉をまんべんなく鍛えますので、セッションの初期に刺激を与えた筋肉ほど筋肥大率は高くなりやすいということです。つまり3つの研究データを全てまとめると、筋力に関しては筋トレ経験者、未経験者ともにトレーニングセッションの初期に行った種目で筋力は向上しやすく、筋肥大に関しては全身法でのトレーニングのみ、セッション初期に刺激を与えた筋肉で肥大しやすいということです。そして筋肥大に関しては筋トレ初心者で起こりやすいことから、自分が鍛えたい筋肉、なおかつ重量を上げていきたいと思う種目のセッションの初期に持っていくことが、最もトレーニングの質を上げるトレーニング順序の考え方というわけです。具体例を出すとこんな感じです。例えば胸の日は初期にベンチプレスを行い、次にインクラインダンベルベンチプレス、ディップス、チェストフライマシン、ケーブルクロスというような形で、まずベンチプレスで大胸筋すべてに強い刺激を与え、なおかつ三角筋前部線、上腕三頭筋にも刺激を与え、次にインクラインダンベルベンチプレスで大胸筋上部に刺激、そしてディップスで大胸筋下部線プラス上腕三頭筋、次にマシントレーニングであるチェストフライマシンで大胸筋に強い伸長刺激を与え、最後に代謝反応を最大化させるケーブルクロスをフィニッシャー種目として持っていくという感じです。筋肥大のメカニズムとして、筋肉に強いメカニカルストレスを与えて筋タンパクの合成率を高めるメカニズムと、代謝反応を高め筋肥大率を上げるメカニズムの2つが主にありますので、分割法でトレーニングをしている方はフィニッシャーとして代謝性疲労を高める種目をチョイスするようにしましょう。分割法で行う場合は肩の日、腕の日、足の日でも同様の考え方ですので、これは覚えておいてください。全身法の場合だと最も筋肥大を狙いたい筋肉を初期に、なおかつコンパウンド種目を一番初めに持っていくことがおすすめです。
コンパウンド種目は一つの関節運動だけではなく複数の関節運動ですので、トレーニングセッション初期に持っていくことで全身の血流量向上による怪我予防につながります。コンパウンド種目の代表的なものとしてこれらがあります。もちろんマシントレーニングでもコンパウンド種目は複数ありますが、関節運動の自由度はフリーウェイトと比較すると圧倒的に低くなりますので、血流量の向上や関節の活液を分泌させ怪我予防をするという部分ではこれらのコンパウンド種目がとてもおすすめですので、ぜひ参考にしてみてください。あくまでトレーニングボリュームを高めることが大前提ですので、この部分だけは勘違いしないようにしましょう。今日は一番トレーニングの質を高めていきたいベンチプレスを初期に5セットやったから、他のトレーニングをおろそかにしてもいいという考え方だとトレーニングボリュームが下がり筋力トレーニングの効果は激減してしまいますので、あくまでも種目の順序は一つのスパイスとして考えるようにしてください。正しい科学的なデータを使って楽しくトレーニングに励んでいきましょう。それでは本日は以上です。ご視聴ありがとうございました。